ではどうぞ。失礼します。今宵も一人の志願者が己の野望を胸に虎へと挑む。今宵セラピスト版タイガーファンディングが開幕する。志願者は出資形態、投資または融資を選択する。虎たちは出資金額とともに4種類いずれかの決断をする。虎が下す決断は4種類。最もいい決断の場合、全力で応援する。いい決断の場合、相談に乗りながらサポートする。少し厳しい決断の場合、もう少し勉強しよう。最も厳しい決断の場合、出直してこい。業界の強者たちが虎の椅子へ座る中、男の挑戦が始まる。ではまずご経歴をどうぞ。野党拓郎、38歳、愛知県から来ました。最終学歴は明治鍼灸大学卒業です。鍼灸院とエステサロンを経営しております。次に、あなたがセラピスト版タイガーファンディングに求める志願内容は。サポートでお願いします。3つございます。1つ目はバストアップ専門店奥の間を国内展開と、インバウンドビジネスのサポートをいただきたいです。そして2つ目はインフルエンサーの方をぜひご紹介いただきたいです。3つ目はハンナリ美人を世界中に増やす第3弾のお力をいただきたいです。あなたが思い描く未来の姿は。バストアップ専門店奥の間を国内展開し、ハンナリ美人を世界中に増やしたい。新しい未来をつかみ取れ、キャッツ・ザ・チャンス。では簡単に経歴をお願いします。愛知県豊田市出身で、高校卒業後、京都の明治鍼灸大学という、日本で唯一の、当時は4年制の鍼灸専門の大学を卒業させていただきました。で、卒業後、愛知県の鍼灸専門の治療院にて就職しまして、12年間勤務させていただき、最終的には分院長も任せていただくことになりました。で、そこを退職して、往診専門として独立しまして、で、初めはなかなかうまくいかなかったんですけども、少しずつお客様が増えていきまして、で、往診というのはお客様の家に行ってまた帰ってという、時間的なコストであったりとか、あとは女性のお客様も男性の先生が入ってくるのはちょっとなっていう方がいらっしゃったので、僕の母親に相談しまして、自分の使っていた子供部屋と妹の部屋のこの2部屋で開業しました。で、その後2018年11月に拓郎鍼灸院という京都府の鍼灸院を開院しまして、その4ヶ月後に株式会社ハンナリを設立しました。で、2022年6月10日に豊田市では初めてのバストアップ専門店奥の間をオープンさせていただきまして、来月2023年3月に愛知県名古屋市の矢事というところにバストアップ専門店奥の間矢事店をオープンいたします。では今回のプランを簡単に説明お願いします。バストアップ専門店奥の間を国内展開し、あとはインバウンドのお客様も来ていただけるようなお店を作っていきたいなと思っております。どうしたらインバウンドなんですかね。まだインバウンドは全くやってないんですけども、日本人はこれから人口が減っていくという中で、日本人の女性もそうなんですけども、海外のお客様もぜひこうお客様として来ていただきたいなと思っています。うちの経営理念、経営ビジョンがですね、ハンナリビジョン世界中に増やすというビジョンがありまして、そのビジョン達成にも今のお客様をぜひ呼び込みたいと思っております。今回もなんか施術をするご用意があるということですよね。はい、今回も僕でよろしいですか。バストアップ希望されます。言うこと決めてたんで。まずはね、はい、そこからいきましょう。はい、じゃあお願いします。はい、お願いします。あと今日お香を持ってきまして、はい、うちのお店で炊かせていただいている京都のお香なんですけども、はい、これもぜひよかったら。あ、じゃあここでやっていただけるわけですね。はい、大丈夫です。失礼します。はい、ちょっとご紹介いただきたいんです。こちらが森陽子と言います。はい、はい、今日のセラピストと呼べばいいんですか。そうです。いいですね。はい、はい、森さん、はい、はい、よろしくお願いします。はい、で、今日はモデルをやっていただける方。はい、はい、
別にお名前よろしいんでしょうか。あの僕の妻です。あ、そうなんですか。身内かいみたいな。はい、ということで、じゃあ、早速やっていただきたいんですけれども、こちらにまずはビフォーの部分で、はい、寝ていただいてちょっと撮りますか。お願いします。じゃあお願いします。はい、はい、あ、いい匂いしてきましたお香の、うん、してますね、はい、ありがとうございます。で、普段、施術してる時にはこのお香が焚かれてるんですね。そうなんです、はい、これは何ですか。これはミラクルバストという、牛が使っている機械になります。はい、はい、これが本当にすごいいい機械です。ミラクルバスト、はい、何か数値が出るんですか。どうなんですかこれ。ですね、この機械で施術をする。そうなんです。はあ、専用の手袋にこう電気をつなげて、はい、それで施術していく形になります。なるほど、はい、今日は肩胸をやらせていただくので、その左右の違いを。ああ、なるほど、はい、じゃあビフォーアフターというか左右差で分かるってことなんですね。そうですね。野島医師はバストアップにも詳しいんですか。全く分かんない。しかも志願者の方の奥様だって言われて50項目になれば見づらいという。じゃあちょっと初期段階何分かだけ、はい、始めていただけますか。お願いします。お願いします。はい、はい、微生骨セラピーというものをやっていきます。機械を、そうですね、機械を使う前に微生骨セラピーという、まあ、筋膜リリース、あとは骨格矯正を、する施術をさせていただきます。この手技は一通り野党さんが考えられたんですか。いえ、ミラクルバストの協会の方が。あ、協会が。そうなんです、はい、それを僕が使ってるという形になります。もうすでに1店舗このバストアップ専門店があるんですよね。あります、はい、名古屋のどこですか。今度できるのが名古屋の矢後島です、ね、矢後島で、はい、今あるのが京都でしたっけ。豊田市です、ね、あ、豊田市なんだ、はい。今回 その独自 その技術。日本一予約の取れない整体師、整体フィラメント代表川島優輝。彼の腕を訪ねて日本一著名人が来院。業界トップの YouTube 登録者数70万人を誇る業界初のタレント事務所に所属、ホリプロデジタルエンターテインメント所属の若手カリスマ整体師は志願者に手を差し伸べるのか。今回 その独自 その技術、まあ、その今回 その、バストアップの技術 その詳細、どういうその技術なのか、はい、っていうところを教えてください。はい、独自ではないんですけども、はい、この詳細、まずこの機械がですね、日本とアメリカで特許を取得している機械になりまして、はい、まず一番の特徴としては、コラーゲン生成、はい、15分の施術で 150% のコラーゲンを作ってくれる機械になります、はい、であとは生体電流といって人間が生きていく上での電気が、はい、まあ、あるんですけども、どうしてもこう疲れであったりとかストレスというものでその電気が乱れてしまったりとか、はい、それをこのスーパーイオンウェーブっていう電気を流すことによってその電気を整えてくれる働きになります。はい、なるほど、はい、この機械っていうのはその、はい、いわゆるそのコラーゲン生成させると思うんですけど、はい、僕の知り合いでもコラーゲン生成させるこういったグローブ使ってるところって何個か僕も知ってるんですけど、はい、それとはどう違うとかありますか。まあ、一言言うと本当に全く違うんですけども、はい、よくマイクロカレントとかそういった機械でやってる方もいらっしゃるんですけども、はいね、はい、まず波形が全然違う。波形が違う、はい、っていうこととそのコラーゲンの生成の生成率というか、はい、波形が違うとどう違うんですか。ですね、マイクロカレントもその細胞に対して働きをかけていくんですけども、はい、やっぱりこの機械でのものとそのマイクロカレントでは、まあ、そのすみません、すみません、コラーゲンがちょっと出る生成量が違うっていうのを、はい、言われております。はい、すみません、はい、コラーゲンが増えるとバストアップするっていうところ、はい、なんでなのか教えてもらっていいですか。まずクーパー靭帯といいまして、おっぱい その例えばバストの高さとか位置を、司る靭帯があるんですけども、それが、まあ、コラーゲンでまず作られているということで、そのコラーゲン生成することによって、まあ、そのクーパー靭帯にも働きかけてなっていくということですね。クーパー靭帯の張力が増して引き上がるってことですけども、はい、なんかこう、ね、バストが増えるっていうこと、はい、脂肪が増えるとかそういうことじゃないです。脂肪も増えます。この今使っているクリームは脂肪も増えますし、あとはその、まあ、コラーゲンが増えるので弾力性が出てきますね、はい、なんか一般的なバストアップってよくこう背中にある
脂肪をとにかく寄せてみたいな感じじゃないですか、はいはい、それと一緒ってことですか。そうです、割と一緒なんですけども、実際バストはそこまで触らないんですよ、うん、結構こう今も見ていらっしゃると思うんですが、腕とか肩背中っていうものに結構こう施術を加えていきますので、そこからこう胸に持ってくる感じですね。これどれぐらい持ちますか。一回こう膨らんだ状態からどれぐらい持ちますか。初め本当に1回でボンってなるんですけど、だいたい1週間ぐらいでへたってくると考えてます。でそれを初めはちょっとこう短いスパンでやっていただいて、最終的には月に1回やっていただければずっと保てるような状態になります。うん、マッサージってここにこうオイルみたいなのを塗ると、はい、コラーゲンが増えてここだけ大きくなるんですか。そこのなんか原理がいまいちピンとこないんですけど、はい、今このジェルがですね、乳腺脂肪にのみ、働きかける成分を使っているので、そういった意味で大きくしたいところに塗るっていう形ですね、はい、バストアップ専門店奥の間を展開する。施術の実演を交えつつエビデンスの説明を行っていく。相手はプロフェッショナル。さあどうなる。クーパー人体ってね、一回こう切れるとこう繋がっていかないといいじゃないですか、はいはい、それはどうですか、ね、これも修復していくと言われてますので、これを使っていくとコラーゲンが生成が、野島整形外科内科院長野島大輔、整形外科専門医、医学博士を所持し数多くの手術を経験。現在は自身の院で多くのコメディカルとともに数多の患者を痛みから救う。体育会系医師の鋭い指摘が志願者のほころびにメスを入れる。コラーゲンが生成がアップするってどうやって定量的に測ってるんですか、はい、正直ちょっと意味がよく分かんないんですけど、そうですね、どういう、どのタイミングで測って150そのパーセンテージが上がったのかとか、はい、そのコラーゲンをどうやってこう計測したんですか、はい、計測自体はちょっとすみません、僕ちょっと携わってないんですけども、まずこの協会がいて その施術前と施術後15分間の施術後に比べた時に 150% の生成が見られると。何がですか、コラーゲン生成ですね、はい、コラーゲン生成がその 50% アップしたっていうのはどうやって調べたんですか、はい、定量的に調べる方法がちょっとイメージがつかないんですけど、はい、すいません、そこはちょっと僕もごめんなさい、調べておきます。クーパー人体のコラーゲンが増えたっていうことなんですか。そうですね、クーパー人体がそもそも人体のコラーゲンがその15分とかそういうレベルの時間で生成されて増えたっていうデータがあるんですか、はい、そうですね、はい、本当ですか大丈夫ですか今のそうですねは大丈夫ですか。どうですか。ですね、はい、繊維化細胞っていう細胞が、繊維化細胞っていう細胞があるんですね。ヒアルロン酸とか、あとコラーゲンとか生成するそうなんですけれども、繊維化細胞の方にこのマシンの、電気を当て込んで、そうすると当て込むことによってその繊維化細胞が活性化されて、でそこからヒアルロン酸とかそのコラーゲンとかが生成されるっていうふうに言われてるんですけれども、繊維化細胞が、コラーゲンを生むっていう、繊維化細胞を活性化させるとコラーゲンを生みます。はい、そうですね、なるほど。協会が出してるやつを基本的に聞いてるから、そこまで協会に対しては細かく聞いてないみたいな感じですか。そうですね、はい、多分そうですよね、聞いたら、はい、すみません、なるほど。でも効果的にはなんかすでにもう左が分かりますか、分かってる気がする、はい、ありがとうございます。そうなんです、この微生骨セラピーだけでしっかり上がってくれるんです。でこの後これでしっかり当て込んでいきます。これね、ここの筋膜をこう緩めるとこうね、使ってると胸ってこうピンと張ってくるじゃないですか、年重ねてくると。で胸がこう下がってくるとここがこうへこんでくるんですよ。で皮膚を上げる感じでここのたわみを取ってあげると中からブッとこう膨れ上がるんです、はい、それと同じ原理ですか、ね、おそらく同じ原理だと思います。それに中 そのクーパー人体の性質だったりとか、はい、コラーゲンを加えて膨らませるということですね。そうです、はい、これって僕こういう時いつも思うのが、例えばこうやってこう片方
上がるじゃないですか、はい、奥様ってことは多分たくさん受けられてるじゃないですか、はい、もちろんじゃあ昔から比べたら大きくなられたと思うんですけども、はい、これ一生やってれば一生上がるんですかというふうに僕いつも思うんですよ、はい、その辺どう思いますか。もちろん年を取っていくと、まあ、お体もこう老化していくと思うんですけども、これをやり続けていただければ保てると思います。保てると思う。はい、あ、保てます。うーん、でやっぱり初めにこう詰めていただいて、最終的には月に1回、だいたい回数でいうと10回15回ぐらいやっていただけたら、あとはもう月に1回で十分なので、それをやっていただければ保てます。じゃあこれって限界はじゃあある程度基本的あるんですか。じゃあだいたいじゃあ2カップ上がります、でも2カップ以上はもう上がりませんとか、なんか平均的ななんかデータありますか。あの2カップぐらいは上がります。3カップ上がった方もいらっしゃるので中には、はい、僕は4カップとかは聞いたことがないですね。はい、逆にまあ、はい、本当に2カップ上がるなら相当すごいことなんですけど、あ、はい、それってどのぐらい成功事例って何パーセントでありますか。2カップですか。2カップアップとか1カップ、まあ、1カップでもいいと思います。基本的にはもう 100% に近いぐらい 100% バストは大きくなります。それって僕、はい、すごい意地悪な質問して申し訳ないんですけど、はい、いつも思うのがバストアップ系って、はい、タオルの上から、まあ、タオルをふってこうやってこうつけたら、はい、それはもちろんベタッとなってますよね、はい、それをガーって上げて、はい、タオルの上から持ってきたらそれは大きく見えますよね、はい、いつも思うんですよ、はい、それじゃないですね。絶対違います、はい、OK、わかりました、はい、見てください。これ筋脈を緩めるから膨らむじゃないですか、はい、でこれね多分 C カップを E カップにするのは多分正直難しくないと思うんですよ、はい、ですよね、はい、A カップの人を C に持ってくるのってすんごい大変なんですよね。その通りです。ですよね、はい、どうされるんですかそれは。もちろんその元々 A カップで全くない方が C カップというのはちょっと難しいことはお伝えします、はい、ただもちろんその中でもバストは膨らんで大きくなってきますので、その経過を見ながらやっていく感じですね。なるほど。じゃあ、はい、さっきの成功率 100% っていうのはそもそも A カップはしないっていう判断であってますか。いえ、そうですね、2カップ上がるっていうのは 100% は言えないですけども、バストが上がるっていうのは 100%です。あ、はい、でもじゃあ A は B に上がるってことですか。ここは全然あると思います。全然ある。はい、あります。そもそも今の時代ほぼ A カップっていらっしゃらないですよね。そうですね、はい、もう僕らの時代はいっぱいいたけど今だってブラが A カップのブラってないってよく聞くじゃないですか。はい、はい、だからどう考えても A なのに B って言い張りますよ女の子、はい、どこで聞いてるんですか。いや僕貧乳大好きなんで。あ、そうですか、はい、イエローキャブだね。あ、そうなんだ。からイエローキャブができるんです。あ、なるほど、はい、興味があんまり商品としてしか見れないですね。なるほど。で、男性化として見るとうわーでっかーと思うんですよ。なるほど、はい、あれがね、巨乳好きだったらみんなもうワクワクじゃないですか。確かに、はい、なるほど。あとは結構卒乳終わった後のママさんが本当に悩まれてて、よくそげるとかへこんじゃうっていう言い方をされるんで、そういった方はすごく喜ばれますね。これってただ、はい、こう見てると、まあ、上がってきてるのもすごい分かるんですけど、はい、こうただクーパー靭帯が緩んでる人を、はい、もうクーパー靭帯がこう収縮するようにしてるっていう、それだけではないんですか。そのコラーゲン云々とか、はい、そうい う, こう、はい、ことを言い始めるからちょっと突っ込みたくなるんですけど、はい、この結果としてそのリフトアップするっていうか、そういうのとはちょっと違うんですか、はい、というとごめんなさい、はい、バストアップの定義がちょっとよくわかんないんですけど、はい、そのコラーゲンで云々ってなると、その乳腺組織とかが造成して、はい、その体積が大きくなるっていうことだと思うんですけど、はい、そうじゃなくて、はい、もともと垂れてたりだとか他の部分にあったものがただこう上に持ち上がって綺麗なバストに見えるっていう、そういうことではないんですか。あ、でもそうです、もともと持っていたお肉がやっぱりお背中に行ったりとか、あと下垂で下に下がっていったものを自分のもともと持っている材料をまたお胸に戻してあげるっていうのが。ああ、なるほど、やっぱそうなんですよね、わかりました。でプラスアルファこのマシンですね、乳腺細胞に働きかけるっていうことになります。うん、なるほど。なんかこうビフォーアフターとかと他になんか症例ってたくさんあったわけと思うんですけど、はい、なんかその辺ってありますか。あ、写真ですか。写真は写真とかの症例って今日ご用意しているのはこちらのみなんですけども、写真自体はたくさんありますお店の方には。はい、ちょっとオペレーション的なところを質問させてもらいたいんですけど、
株式会社ナオルテクノロジー代表若林大輝。令和の虎志願者としてタイガーファンディングへ挑み、完全オールを達成し、日本初マッサージをしない整体を全国展開。セラピストと患者をつなぐ治る開発で事業を加速。コミュニティ運営で国家資格者2000人を牽引する。虎の子最前線を走る鍼灸師の虎がビジネスの壺を刺激し、可能性を引き出す。ちょっとオペレーション的なところを質問させてもらいたいんですけど、はい、今拓郎鍼灸整骨院が5期目に入ってるって感じですか？あ、そうですね。2月が決算ですので、来月から5期目がスタートするって形です。すごい安定しているように見えるんですけど、鍼灸師さんは全員女性？いえ、鍼灸師は今が男性3名女性1人で。あ、男性3名でバストアップやってるんですか？全く別です、ね。あ、そうか。はい、拓郎鍼灸院っていう鍼灸院と奥の間っていうの全く別事業で。こっちは別に有資格者じゃないんですよね？そうです、資格はいらないです。そういった国家資格は。ちなみにあの機械って、はい、こう波の種類としては何波とか、はい、こうラジオ波とか、はい、そういうのだと何波に当たるんですか？シータ波という、一番人間が、軽い睡眠、すごく心地の良いリラックスノウハウを流してます。はい、バストアップって、はい、サプリとか、はい、あとブラで、はい、バストアップするってものもあるじゃないですか、はい、そことの違い、はい、なんかこうそのものによって、はい、こういろいろ違うと思うんですけど、はい、その辺のこう野党さんの見解をお聞きしたいです。飲むコラーゲンとかも、あると思うんですけども、やっぱり飲まないように飲んだ方がいいのかなと思うんですけども、やっぱり一番いいのは自分で作る自己コラーゲンかなと思っているので、そういった意味では、美容の針でも同じなんですけども、やっぱり自分のコラーゲンを作るというのはすごく必要かなと思います。であとはいくらいい施術をしても、例えばナイトブラ、キャミソールみたいなブラを つけてたりとかするとやっぱもったいないので、本当に下着をつけていただくことによって定着していくのかなと思ってます。その摂取するコラーゲンと自己コラーゲン、はい、今おっしゃったのは違うんですか？はい、違いますね、はい、どう違うんですかね？摂取するコラーゲンとですよね。そうです、はい、ごめんなさい、ちょっと分かんないです、すいません。なんかさっきね、胸のね、はい、その例えば乳輪周りを触らなかったりとか、はい、乳腺の方を触らないっていう話があったじゃないですか、はい、それはなんで触らないんですかね？特に施術自体でそこまでそのバストに触る必要がないっていうふうには聞いてるんですけども、はい、それよりもこう背中、肩、腕とかからこう脂肪を持ってくるっていう考え方ですね。その考え方を変えようっていうのはないんですかね？はい、今のところこれが僕は一番理にかなってるのかなと。結構バストを触られるの嫌だっていうお客様も実際いらっしゃるので、女性同士でも、はい、そういった意味ではすごく好評ですね。この乳腺の下のところにね、はい、ところが硬かったら、はい、こう畑と同じで、はい、硬いところに水分いかないじゃないですか、はい、だから乳腺の長さで胸 の、この高さってこう決まってくるじゃないです か、はい、だからそこのところを改善せずに、はい、周りばっかりやって、はい、その芯となるところが畑が硬かったら、はい、座ってかからないっていう考え方もあると思うんですね、はい、そこに関してどう思いますかね？本当にごもっともだと思います。それも含めてちょっと教会の方に一緒に考えていけたらいいなと思います。それ教会を変えないと変えれない主義なんですか、それって？そうですね、この施術自体は、そういった、はい、やり方を今僕はそのままやってますので、はい、それってなんかフランチャイズとかで加盟してるとかではないんですか？あ、それではないです、はい、なんか研修があったりとかするんですか？あります、はい、認定試験がありますので。そうですね、はい、門森先生やっぱバスト強いですね。もともとやってたんですよ。ありがとうございます。サロンの中でもやって、はい、もちろん今でもやってるんですけど、はい、美容芯を使って胸のところを全部こう緩めて、また一応勉強はしてるんで、はい、サロンももちろん今やってるし、はい、ただやっぱりそこのところのこう改善をされるのかなっていうか、今後ねこうサポートするにあたって、ね、はい、今度どうですかと提案するじゃないですか、はい、それがこう教会があったかとかじゃなくて、はいはい、どうさんご自身でこう変えていこうとかっていう、それによってそのサロンさんのその仕組みであったりとか、はい、メニューとか、はい、その理論ですよね、はい、そこを変えれるのは可能なのかなっていうのがあります。それは可能です、はい、僕は鍼灸師でもあるので、やっぱりそこのやっぱり特徴を生かしてやっていきたいなと思ってます、
で本当にこう、ね、感じ変わりますよね、触った感じって、ね、全然違いますね、全然違います、はい、そこはねこれ表現できたらねもっと伝わると思うんですけどね。そうですね、はい。バストアップ施術の理屈に対して納得のいかない顔色を示すトラたち。補強施術のニーズを語る志願者の目にはまだ闘志が宿る。議論の行方はどうなるか。施術の結果も見逃すな。後編に続く。